サブサラリーの人たちはほぼ自立で序盤から考えていた。で今の人たちはじゃあそれ考えてないかっていうと、確かに序盤の一手一手をそんなにサブサラリー当時のリソースで考えても確かにないです。ただその AI がその示してくる手に対してどう解釈するかとか、そのどういうふうにその、まあ、解釈すれば自分に合うかとか、そういうのはそういうところに対して思考のリソースを注いでるのであって、これは通りすがりの質問者とたまたま居合わせた将棋の天才との会話の記録である。唐突に申し込んだ対局はやがてスリリングな知的興奮に満ちて、私のアルコールは進み、天彦九段という天才バッター相手に草野球のピッチャーが渾身のストレートを投げるがごとく熱がこもっていった。まるで研究者のようにも感じた佐藤天彦九段の思考の深さを前回に続いてお届けします。今回のテーマは AI 時代の棋士の個性とは、人間らしさとは、例えば定石の整備されている角換わりなどの将棋をなんとなく連続的に見て楽しむという新しい将棋観戦のスタイルとは。再編集版をアップします。この動画は収録させていただいた天彦九段の音声から動画として構成しています。あるレストランバーの店舗内にて突発的に IC レコーダーで録音させていただいたものを編集しています。周囲の話し声や調度類の音が含まれていることをあらかじめご了承ください。それではどうぞ。むちゃくちゃ面白いっすね。いや、その人間らしさ、大変でしょ。人間らしさっていう意味で言えば、その、まあ、何から話せばいいかわからないんですけど、その、まあ、僕自身は確かに性格上その場の力勝負というか、そういうところにその重点を置くような性格であり、棋風なんで、そういう将棋の作りになるんですよね。だからそのかなり AI を使った研究もしてるんですけれども、最終的には自分の力がこう出るような形にしたいっていう、そっちの方面に向かっていくタイプの人間なんですよね。で、まあ、ただその最近は序盤研究をメインにして、でそこでちょっとでも有利を作って、そこから押し切っちゃうっていう、そういう潮流もあるんですよね。だからそのこう僕個人のそのまあなんていうんですかね、哲学みたいなそのところで言えば、そういう前者のような将棋を打ち出していきたいし、楽しんでもらいたいっていうのもあるんですけど、ただ現実として今その将棋界のトップクラスにいる人たちっていうのは、序盤研究とかをもうさらにさらに突き詰めてるわけですよね。要するにそのまとめると、その下部世代が序盤から行っていって、その考えていってたっていうのは事実で、そこはその最高峰の人たちがどこにその思考リソースを傾けていたかっていうのが重要な話で、下部世代の人たちはほぼ自立で序盤から考えていた。で今の人たちはじゃあそれ考えてないかっていうと、確かに序盤の一手一手をそんなに下部世代当時のリソースで考えても確かにないです。ただその AI がその示してくる手に対してどう解釈するかとか、そのどういうふうにその、まあ、解釈すれば自分に合うかとか、そういうのはそういうところに対して思考のリソースを注いでるのであって、要するにそのこう考えなくなったんじゃなくて、考えるを思考リソースを注ぐ場所が移動したっていうことなんですよ、ね。でそのこう移動に関してもすごく難しいところがあって、その昔はある種その人それぞれ違うもの、違う情報を参考にしながら考えられたので、ある意味まあその考えやすかった面がある。まあこれどういうことかというと、今との比較で、その今っていうのは将棋ソフトがあるわけですよね。でこれはほぼみんなが同じものを使えるわけなんですよね。だから同じ局面をその同じ課題局面を入れると、ほとんど似たようなことを弾き出してくるわけですよね。ただそれを粛々と真似してるだけでは、その人とは差がつかないですし、勝負で一歩先に前には出れないわけですよね。じゃあどうするかというと、やっぱりそこで相手をこう出し抜くにはどうするかとか、じゃあ出し抜かないんだったらもう徹底的に掘り進めていって、その自分のこう、まあ、人がもう掘り進めないようなところまで掘り進めていって、研究を掘り進めて、そのまあ人と人に対する優位性を確保するとか、そこに対するこうすごい
あの思考資源っていうのを注がれてるんで、さっきの解説の話と接続するんですけど、そこをちゃんと説明できないと、まるでそのこう考え、あの人間が考えてることが減って、その将棋自体の魅力の厚みが減ったかのように捉えられがちなので、そこをちゃんと説明できないと、その思考リソース、その思考がの総量自体は別に減ってるわけでは決してなくて、むしろ増えてるぐらいなんですね。ただそのこうゼロから考えてる感っていうのは確かに減ってる。じゃあどこにみんな思考リソースを割いてるのか、どこにそのみんながその、あの思考リソースを割いて、かつそこに個性の色合いの違いが出てるのか。難しいですけど、そのなんて人によってやっぱりこう作戦の捉え方が異なる。例えば渡辺さんはその相手の意表さえつければ評価値がマイナス100、200でもいいっていう考え方でその作戦を選択していたりするし、一部の人は評価値がもうマイナス50点でも減ったら使いたくないみたいな、そういうあの人もいますし、そこで個性の色合いというのが変わってきますし、でしかも今作戦っていろんなあの幅の広い作戦が出てきてるんで、その子なんていうか、あのその人自身の選択がいろんなところのこう人生と同じで縦に渡ってるんですよね。だからそのこのお店に来たらこの人はあのカフェラテを頼みがちとかで、この そういう人は別の場所に行ってもちょっとこうコーヒーのような苦いものではなくて、ちょっとミルキーだったり、その甘い成分が入ってたり、そのまろやかだったりするものを頼んだりとか、そういう風にその一人の人間がそのあるいろんなお店とかあるいろんなシチュエーションに遭遇した時にその選ぶ選択っていうのは、その点でバラバラなわけではなくて、その人の性格があるだけに、そのある種の一貫性とまで言えないまでも、それなりにそのこう関連性っていうのはあるわけですよね。そんな風にして、それがまあある意味ネットワーク上になってると思うんですけど、そんな風にその僕たち今の棋士もその AI が ある同じ情報を弾き出していく中でも、その人それぞれの好みとかでその場面においてどういうあの研究をした方がいいかっていう優先度をつけてたりするので、でそれがこう一つ一つはミクロですけど、全体だと多岐にわたってネットワーク上になって、かなり違った個性を持っていたりするものになる、最終的にはなるんですよ。だからそこをその個性として捉えていかないと、そのなんていうか、その人の個性があまりないものであるかのように思えてしまう。例えばその今のハグワリの定石なんて50手目60手目まで整備されてるわけですよ。ってことは そこだけを見ると、誰が指してても絵的には違いがなくて、個性がまるでないかのように思えるわけですよね。ただそれをこういろんな、連続的に見ていくと、そのこの人はこの場面ではこの A という作戦を選択して、この場面では B という作戦を選択するっていう枝分かれでその見ていけるので、その人がその全体相対としてどう思ってるかが一局だけでは判断できなくなっているっていうところがあるんですよね。でこれはある意味僕最近読んだ本で、これはその今で始まったことではないですけど、その、ベンヤミンって人がですか、ベンヤミンなんか読んでるんですかたまたま読んだってだけですけど、で彼が言っているのが、そのこの話に置き換えられるのが、その連続性と一回性みたいな話だと思うんですけど、ベンヤミンが出てくる。いやでもそんなに別に僕そ、ね、哲学とかすごい読んでるわけじゃないですけど、連続的にそのたくさんその、ベンヤミン的に言えば記事らしい、そのこうなんとなく見て、たくさん見て、であれちょっとなんかこの人 の形の選択しかの仕方違うなとか、それこそディープラーニングじゃないんですけど、そのちょっとずつこのなんか攻めの形になっていくなとか、受けの形になっていくなとか、そういうそのもう最初の話に戻すと、なんとなく見てる人たちがそのこうでも十分 そういう面白さって理解できるようになってると思う。それはその深くそのベアミンいうところの没入するかのような、目の前の作品に対峙してゆっくり没入するかのような、そういうその対峙の仕方ではない新しい楽しみ方ができてきているのであって、それはその没入仕方ではなくて、やっぱりその評価値が表示されていて、評価値が表示されていっちゃってたら、表示されちゃってたら、僕たちはその局面において絶対その評価値のバーの影響を受けるわけで、候補者の影響も受けるわけで、
自分の考え、この局面でどう考えたらいいかみたいな思考をちょっとこう減退させられてるんだけれども、ただその代わりそういう勝利をその、まあ、この情報化時代の中でたくさん見ることによってなんとなくの楽しみ方ができるようになってるっていう、やっぱそれは結構もう100年前に語られてるようなことでもあると思うんで、だからそこをやっぱり将棋界はそのまあ経験してこなかったので、だからそこをちゃんとこうガチャンとその当てはめていくのが大事なのであって、だから価値はすでにあると、ただそのこう見せ方ができてないっていうところが今の課題なのかなっていうふうに思います。僕感じたこと2つ、はい、ぶっちゃけ1個目、ええ、ベンヤミンと将棋を語る、はい、凄まじさは、はい、まあ、佐藤さんと多分糸谷さんぐらいしか、この哲学的にはもうないと思います、もうね、むちゃくちゃ面白い、うん、っていうのはやっぱり、ね、情報、この現代の情報社会のこうどう見立てるかに、うん、やっぱり接続してるんですよね、うん、1回不正技術時代の将棋、不正技術時代の1回戦のせい、とその将棋っていうところが今ものすごいんで、うん、僕ね編集者だったら現代思想にちょっと書いてみませんって言いますベンヤミン複製技術時代と将棋でちょっとお願いします、ね、1200字でみたいなやっぱ凄まじいものがありますね、うん、でもやっぱりそこって結構凄まじいわ、もともと僕そういう問題意識も持ってた上であの論文を読んだんで、まあ、そういうのが結構あの別に決してこじつけではなく置き換え可能なところってたくさんあるのかなというふうに思ったんで、なんかそこがやっぱりこうそのギャップがうまくいってないと、そのせっかくそのある芸術に対してもそのフィットしていかないというか。